こんにちは、日本改革党くつざわです。小川様、武蔵の親父様、のりお様、さとこ様、高田様、高島様、正幸様、永田様、平様、林海様、陽一様、鈴代様、正雄様、光様、ホワイトアウト5963様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして、誠に誠に、ありがとうございます。ありがとう、頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に、させていただきたいと思います。エコを意識したパリ五輪、選手村にエアコンなし。なんでだ。今日のパリの気温は38度。エアコン代わりにですね、パイプに冷水を流す床冷房がついてるものの耐えきれず、各国が独自でエアコンを設置。日本は200台を用意したそうであります。日本は200台でも何百台でもすぐパッて買えますけれども、買えない貧乏な国、予算ない国とかは暑いの我慢してんすかね。気の毒ですね。38度ではいくら床冷たくても耐えきれないんじゃないの。図鑑即熱のギャグやんけ。それにエアコン以外にないものとして、陸上女子米国代表のチャリ・ホーキンス、カーテンがない、カーテンがないのよ。 SNS に投稿。他にもですね、10人に2つしかトイレがないであるとか、選手による怒りの投稿相次ぐ。世論です。選手かわいそうっす。史上3番目に最悪の五輪になりそうやな。1番2番は何だろう。気になるな。こんな環境にいたくないわ。フランスにトイレができたのは最近なんだから仕方ないだろ。俺はこんなぐらい嫌だ。選手ぶらすからね。フランス選手に有利になるようにわざとなんじゃないか。ポリコレと SDGs とビーガンの祭典だぞ。気遣いとか気配りとか一切ない大会になってる。安いビジホでもカーテンやエアコンぐらいあるんですが、開会式と同じで思想が入りすぎ、フランス選手だけ特別待遇やってそう。エコを意識したからエアコンなし。全然わかんないですね。何言ってんのって話。代わりに床冷房、それってエアコンつけた方が効率的かつ安上がりかつ電気代もお得なんじゃないの。バカみたい。それってさ、エアコンは使い終わったらさ、再利用もできるわけじゃん。壁から外してさ、エコを意識してカーテンなし。全然わかんない。逆じゃないの。しっかりしたカーテンつけて冷暖房効率上げるっていうのが普通なんじゃないの。誰かね、日本人にもわかる説明してくんないか。これ実行委員会の誰がカーテン代着服したのか、エアコン代着服したのかって疑いすら覚えちゃいますね。なんでフランス人がエコを考えるとエアコンなしカーテンなしになるのか全然わかんない。こんなんでもサンモニーなんかは褒めるんですかね。エコを意識してカーテンなし、さすがです。カーテンねえかったら、おちおち寝てもらんねえよ。視線が気になっておっかねえこと。東京五輪の時に選手たちがですね、冷凍餃子で大喜びしたのを思い出しますね。コンビニフルーツも喜んでましたけれども、選手村の治安が崩壊、日本ラグビーチームが50万円盗まれる、アオーストラリアホッケーチームがクレカを盗まれ15万円使い込まれるなど、その他に3件合計5件の窃盗事件発生。世論です。防犯カメラないとかやりたい放題だろ。どうやって入るんよ。犯人は選手かスタッフだろ。カメラねえのか。泥棒天国じゃん。防犯カメラがないと知っている人間の犯行か。過去のオリンピックの時は盗難すれなんか立たなかったのにね。スタッフが撮ってるとしか思えない。防犯カメラはないが、その代わり盗撮カメラはいっぱい仕込んである。日本のマスゴミ、東京はひどかった、パリ五輪は素晴らしいと。サンモニ、すぐサンモニ。防犯カメラあっても盗むのに、ないとなればなおさら盗みますよね。東京五輪はこんなこと話題にならなかったんですけど、どうしたんだろうね。東京五輪は防犯カメラがしっかりしてたであるとか、貴重品の金庫完備だったとか、人の出入りのセキュリティがしっかりしていたとか、なんかが考えられますけれどもね。その他にもですね、食事ブースの能力が低くて長時間待たされるそうなんですよ。で、食事に長時間並んでる間に悠々と盗まれちゃうんですかね。まあ、こんなんでもサンモニは
パリ五輪素晴らしいって褒めんだろうけど、パリ五輪柔道男子81キロ級、永瀬貴規選手が金メダル。東京五輪に続き大会2連覇だそうであります。決勝戦、2本の技ありを2分半で決める危なげなく勝利。これで日本勢の金メダルは7個でしたっけ。ちょっとうろ覚えなんですけれども、パリ五輪男子バスケの日仏戦で世紀の第5審、相手選手を押したとして、川村勇輝選手が反則取られてフリースローで負けてしまいました。触れていない画像映像がネットを飛び交い、誤審にも程がある。レフリーがフランスを救った。あからさますぎる第5審、絶賛炎上中であります。メディアの質問に対し川村勇輝選手、ファールはなかったと思うとコメント。世論です。触ってないのにファールにされたら切れるよな。覆ることはないな。多少フランスびいきではあったんだろう。まあ抗議しても無駄だしな。開催国有利な判定なんかずっと言われてきたことだな。みんなわかってるから大丈夫だ。いい加減カメラ判定とかにしろよなと思う。判定は覆らないからまあしゃあないとして、誤審したのは柔道永山選手と同じくですね、メキシコ人女性審判だそうであります。永山選手の時はゴンザレスっていう人だったのね。日本勢ね、女メキシカン審判と相性悪いっつうか、なんでパリ五輪にこんなにメキシカン審判おるの、なんで、謎だよね。カナダ選手として出場した柔道女子57キロ級で金メダル取った日本カナダハーフの出口クリスタ選手、決勝戦で韓国のホ・ミミ選手が反則負けしたため、一部の韓国人がクリスタ選手のインスタをバリ雑言で荒らす。良識ある一部の韓国人が韓国人の悪態は無視してと書き込みました。世論です。往生際が悪い。オリンピックのためにいつものことだし何人目だろう。まあサッカーでもラグビーでもありますね。韓国語で書かれてもわからんだろう。中傷の名月。韓国政府が負けた時の相手選手の SNS 嵐は国技。韓国人は英語が得意設定どこ行った。反則した自国選手をたしなめるとかね、反則の判定した審判を恨むっつうならわかるんですけど、反則された側を恨む理屈が全然わかんないですね。反則、柔道ですから、反則されたら危険なこともあるわけで、そっちの方を恨むってどういうこと？なんで？これがですね、考えるな、感じろっていうことなんですかね。ブルース・リーの名言ですけど、出口クリスタ選手は日本生まれ、日本育ち、日本在住で日本企業にお勤めだそうであります。日本選手、日本の代表選手にはとってもなれないなって思ってカナダから出ることを決めた後でぐんぐん伸びて金メダル取ったそうで、おめでとうございます。反則したホ・ミミ選手、日本生まれ日本育ちの在日3世で、日本名は池田ミミさんだって。在日3世っていうと日本人の血も混じってるだろうな。今純粋な在日韓国人って、ほぼいないんだって。みんな日本人と混血しちゃって、だそうでありますんで、なかなか似たような2名ですね。どっちも日本生まれ日本育ち、日本語喋って、日本にいるっていう2人がカナダと韓国選手に分かれて戦ってこんなことになってるっていう、コントみたいですね。生きた傲慢五輪委員会が史上初で謝罪した開会式の最後の晩餐もどき、出演者たちにも非難ごうごう、大量の脅迫メールが届く事態になっているそうであります。出演者たち、脅迫や中傷には法的措置を取ると発表。世論です。提訴まだやってる最中なんですけど、表現の自由には責任が伴うんだぞ。あれを世界に垂れ流した責任は誰にあるの。調子に乗った正常な反動でしょう。何百年ものフランス芸術家の偉業を一瞬でぶち壊した破壊力。自分は被害者アピールうざいわ。パヨの精神構造って万国共通なの。まあ万国共通でしょうね、世界中で。その中にですね、 LGBT 活動家って肩書きのやつ混じってました。一般の LGBT 当事者さんたちもドン引きしてたそうなんですけれども、分野を問わず
活動家っていうのは迷惑な存在ですね。スイスベルン大の分析通りですね、パヨの行動様式は世界共通でしょうね。自由は責任とセットであります。表現の自由って、やりたい放題やって責任は取らないっていうのは許されませんよね。逆が家畜の安寧って言うんですよね。自由はないけど安全っていう。まあ明らかな脅迫は警察に相談してね。今日の単身です。0から 0.1% だった政策金利。まあ昔は肯定具合って言ってた気がする。0.25% に上げると日銀が発表しておりました。デフレが続いて30年以上もゼロ金利続けてましたもんね。やっと正常な国になるようで。デフレっていうのは物価が下落していく現象で、物の価値より金の価値の方が高い、だからみんな使わないで貯め込むっていう状態なんですけれども、金利を下げてですね、通貨の価値を落とします。 あとですね、預金してても金利つかないよっていうことでお金使わせようとするんですね。投資させたりね。インフレは物価上昇、つまりお金よりも物の方が価値が高い、皆さんお金を投じて物を求めるって状態なんで、金利を上げて通貨の価値を上げると、日本はやっと長い停滞から抜け出してですね、数パーセントの物価と賃金上昇が始まったですよね。で、0.25% ぐらい上げようかってことになったんでしょうね。これで物価がちょっと抑制されるといいんですけれども、主要国の政策金利比較、日本 0.25%、今までは0か 0.1 だった。アメリカとイギリスが共に 5.25%、EU、4.25%、EU ってからね、ドイツもフランスもこれに習ってんですかね。ユーロの、まあ、金利ってことかな。オーストラリア 4.35%、カナダ 4.50%、スイス 1.25%、スイスドルっていうのが、基軸通貨で信用高いですからね。ブラジル 10.5、10.5、ロシア 18.0。これ、ゴミ通貨ほど金利高くしないと売れないっていう事情があるんですね。実はハイリスクハイリターンな数字になってますね。ルーブルで預金してたら黙って 18% つくのか、話なんですけれども、ルーブルが紙切れになる可能性が高いからこうなってるんですよね。日本はまだまだ低金利であります。円安は今後も続くと思われます。トランプドル安にするって言ってるけど、それ決めるのは金利で、金利決めるのは物価上昇の具合ですからね。ドルを安くしたくてですね、金利下げればですね、激しくインフレしちゃうんで、まあそうはうまくいかないんじゃないの。ドルを安くする、ドル安にするって言ってもそうはうまくいかないんじゃないの。日本でもどっかのバカ経済学者がですね、名前忘れてましたけれども、円安すぎ金利を上げろって言っててですね、為替のために金利変えるなんて聞いたことねえよ。金利を左右するのは物価上昇だぞって呆れられてましたけど、呆れられてました。このバカ経済学者は、日本が円安だとですね、日本のものばっか売れて韓国の製品が売れないとか中国の製品が売れないとか、そういうこと心配して円安すぎって言ってるんでしょうけど、なんせバカだからね。専門家が専門分野で嘘をつくっていう世も末ですね。日米の外務防衛大臣らによる2+2会談開催、会談後に出された共同声明に中国共産党強烈な不満、日本共産党自衛隊をアメリカの属軍にするのかと非難。こいつらが不満なら正解だ、よかったと。中国はいつもいつも強烈な不満って言ってるけど、そんないつもいつも怒ってて疲れない疲れない。今年のサンマは不良だった、昨年並みになりそうで、やっぱり不良みたいなんですね。あんまり取れない。40年以上前ですけれども、いわきの漁港でですね、20匹入り1箱500円ぐらいで売ってて、母親が開いて干したものを飽きるほど食っておりました。今は1匹200円じゃ買えませんよね、多分ね。200円以上、都内で200円以下じゃ買えませんよね、多分ね。
3年ぐらい前に198円っていうのを見たけど、今はもっと上がってますよね、多分ね。で、今年のサンマは、体格が小ぶり。なんか海が栄養ないんでしょうか。海に栄養が乏しくなってんでしょうか。なんかね、あんまり下水の処理、綺麗にやりすぎて、海に栄養がいかなくて、みたいな話なんですよね。で、イギリス産業革命の排水が汚くて、で、それ食って、魚が、ワンサといて、結構取れたって話。綺麗すぎるのも、よしよしって話聞いたことありますけど。というわけで、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。